どうも皆さん、こんにちは。まことでーす。ちんちゃなかいや。ちんちゃなかいや。ということで、トリプル A シングル届きましたー。2本番も届きましたー。やったねー。でっかいね、これ。全然ちゃう。何これ、どこにしまうねんな。こんなでかかったの？あれ、本棚入れ。俺の顔入るよね。すっぽり入るよね。自分たちの顔よりもはるかにでかいと。でもめっちゃ袋気づいてんねんけど、どういうこと？なんで？これ何、誰引っかいたの？引っかいたの誰？で、こちら、初回版 A、B で通常とありますけれども、トリプル A でね、3曲、ビューティフル、チンチャマッカ、カナリアは全部入っておりますね。カバー、カップリングだけ違うということで。カバー？カバーじゃないね、カップリングだけ。カップリングは、初回版 A はチェンジズ、初回版 B はおぼろ月、で、初回版じゃない、通常版が、エンドレスサマーじゃなかった。です。で、得点がね、それぞれまた違うんですね。A がビューティフルミュージッククリップ&メイキングということで、こっちがビューティフルね。で、B がちんちゃうまっかミュージッククリップ&メイキングと。通常版 PV 入ってなかったよね。そう、PV が入っておりませんです。で、このでっかいこの人、通販版ですね。通販版にカナリアのミュージッククリップが入ってます、うん、これが通販版でーす。はい、通販版ニュースって、ね、2335でね、ニュースになっておりますが、これでなんとね、こんなでっかい冊子ついてますね。それなんかポスターみたいになってるね、中身。うん、中身ね、すごいだいぶでかい、しかもドアップな彼ら3人の。それなんか額縁に入れて飾りたいぐらいの大きさですけど。いいね。あれ、しかもちゃんと1枚？そう、1枚ずつになってるんですよ。あ、そういう感じなんだ。だから、ほぼほぼポスターよね。ねえ、ほんとだ。なんかくっついてんのかと思ったら、全部バラバラなんだ。うん。そうなんだ。なんか敷き詰めてる感じやね、この中にね。そしてこの、通販版特典。トートバッグー。トートバッグー。これ開けたくなーい。持ち運びしやすいね。でも今ね、スーパーの袋が有料化してますから。そうそう。これでちょっとしたお買い物に行くのも、コンビニとかね。うん。めっちゃいいと思います。いけるね。硬さ、頑丈さ。ビューティフル。なんか、美しいね、みたいな感じを持ってるから。なんか、私は美しい、みたいな。なんか、自分に。なんかそれ嫌やわ。言い聞かせてる感じ。美しいね、私は、みたいな。そう、そういう感じに受け取れる人もいるかもしれない。あの、これ時短の色に染める人おるかもね。ああ、これごと、うんうんうん、ああ、まあ、確かにいけるか。かわいらしい。マジついてるそれ。え？あ、ポケットついてる。あ、ほんとだ、中身。携帯入れれますね。縦置きやけど。若干出てくるね。横向きには入らん？横向きは入らないです。入らないですね。入らないです、ね。今のスマホはね。縦になりますね。縦でもちょっとはみ出てますね。若干はみ出るから、まあまあ、しょうがないけど、ほんとコンパクトなやつだったらね、いけるのかな？財布やっぱコンビニ行くぐらいにしようといいんじゃない？うん。あの、うん。うん。ここまでが限度。そんなとこまで肩は入らない。そんなちっちゃいバッグ。あんまり街はありません。ありませんね。見えへんか。あ、こんな感じです。うん。まあだから、恥ずかしいっていう方は、だからこっち側にすれば何も見えない、ね。こっちは見えない。ただのトートバッグ。そうそう、ただのね。まあでも非常に、近場に行くときは使いやすいのかなと思うね。うん。まああとはね、もうどうしても使えないっていう方いたら、やっぱりこうやって、保管用にね、置いておくのもいいのかなとは思いますね。うん。問題は、この3形態についてる、うん。ID です。はい。ID ですね。3形態買わないと、見れないという、視聴できないという、そういうストリーミング配信があるようなんですよ。何だろうね、一体どんな配信してるの？ねえ、どうなんだろう。で、しかもそれが12月22日から12月27日、日曜日、23時59分までに ID を登録しないといけない。うんうんうん。登録したら見れるってことか、これ。うん、登録したら、その12月28日、次の日から。28日からのやつだね。そう、を見れる。状態。なるほど。だからまあ事前登録みたいな感じだね。事前登録しとかないと、この配信の日には見れへんってことか。そういうことらしい。なんてこったい。
だからこれそれぞれね ID が皆さんねもうこの3枚買った3携帯買った人たちにはついてくるという状態なので、まあそれがね本当の特典みたいな感じだよね。だってこれ対象商品初回版 A、うん、初回版 B 通常版初回プレスの視聴 ID 各1つ3つ一口でご視聴って書いてて、うん、3つ一口、うん、視聴 ID1 から3を入力しって書いてるね。で1が A、 2が B、 通常が3ってなってるから絶対だからこの3形態を買ってないと無理ってこと。本当だ、 1,2,3 でやっと1つができるんだね。なんちゅう。だからもうどれか1つだけだったら1だけだったら1しかできないから、うん、他をでも見れないと、うん、買わないと見れないからっていう。これでもせっかく買った方はね忘れないうちに27日までにしか登録ができないので、ね、ちょっとねなるべく早め早めにねささっと多分5分かかんないぐらいでできると思うんでね。これ ID にね、うん、QR コードありますね、ついてるのでその QR コード読んでもらって、うん、あと早めにできるかもしれませんね。入力ですね、うん、でも待ってニュースプレミアムライブストリーミング配信って書いてる。プレミアム、うん、J ストームにちょっとプレミアムライブ載ってたの知ってる？え ？YouTube のあれかも、もしかしたらのニュース版ってこと？いやニュースがちょっと歌ってる、うん、この3曲をライブしてるような映像が映ってたの。あ、そうなの ？J ストームの公式ね YouTube に。いやそれを見れるってこと？それのフルバージョンかもね、もしかしたら。ああフルバージョン。見てみないとわかんないですけど。生バンドを従えたプレミアムなライブを期間限定で。あ、そんな感じだった、そんな感じだった。あ、じゃあそれのやっぱフルバージョン。あ、そういうことか、それの宣伝やったんや。見れる可能性があるね。そういうことか。気になる方は J ストームの公式サイトぜひ見てみてください。そうね、そうね。YouTube チャンネルにあります。ちょっと気になります、それ、ね。本日もご視聴いただきありがとうございます。この他、ニュース関連の動画もたくさんありますので、そちらもぜひご視聴ください。それでは皆さん、ハバグッタイム。